絵を描くっていうのはもう物心ついた時から、うん、私の父が油絵とか、まあ、アートやってたから、その影響で、まあ、家庭に普通にその存在は普通にあるみたいな。自分のなんて内側から出るものってどんな感じなんだろうって思って初めて描いてみたのが、高校3年生の時に、そういう風に初めてかなんか内側を吐き出して描いてみたのは18歳の時かな。子供の時っていうか本当にその一番初めにさ、幼稚園の時とかで絵を、まあ、描いてみるみたいな時ってまあ単純に好きとか楽しいみたいなので、まあ、描いたと思うんだけど、そっからなんて言ったらいいんだろうな、まあ自分の中で結構そのなんて受け入れるのが難しい部分とかがあって、でその塊みたいなものをどう処理していいのかがずっと分からなくて、でその時にたまたまなんとなく多分ネットサーフィンみたいなのをしてた時にあのバスキアの作品を初めて見て知らなくて、でなんか多分その彼の絵の描き方とかっていうよりはなんか彼の絵を見た時に作品を見た時にすごいなんかダイレクトに何かを感じたの、であすごいなと思って、でもこれってじゃあ自分がやってみたら自分の場合はどういう風なもどんなものが生まれるのかなみたいな感じになって、でその自分が抱えきれなくてもうどうしようかなって思ってたものを初めて言葉とかにもできなかったものを全部さらけ出してみたら自分の一番のそれが自己表現だっていう。絵を描きすごく集中して描き始めたのは中学3年生の頃で、その前からもう子供の時から絵を描くことは普通に好きだったんだけど、自分の、身近な友達とか家族にその大切な人たちになんか言葉を伝えたいというか、なんか本当にその好きだからなんか応援したいし励ましたいみたいなので絵を描いて、で詩も自分で考えて、そうなんだ、でそのポストカードサイズとか、もういろんな紙のサイズでもう毎日のようにずっともう書いて色鉛筆で塗って詩を書いてっていうのをやって人にあげてたの、で高校3年生でなんかその時から空間を使うのが好きになっちゃって、途中から何か、その一面のその壁だけじゃなくって、空間全部をもう自分の世界でまといたいと思いましたね。初めて自分の作品がその表で評価された時だったのね。しかもそれ高校が買い取ってくれたんだよ。へえ。で買い取るこの作ってね、別に日用品でもないものにお金を払って買い取ってもらう、あそれ高校の時の話なんか、そう18歳システムって何なんだろうと思ったの、こういう方向、本当に手作りで自分の作りたい形を作るっていうのが向いてるんだって、気づいたんだ、気づいたっていうのが、なんて言ったらいいの、生きることにあんまり興味がなかったのね、その生きることっていうかこの世に存在してる意味が分からない時期がすごい長く続いてて、でも別にめちゃめちゃ病んでますとかじゃあ死にたいですとかではないんだけど、単純にそうじゃなくてあんまり執着が、性の執着が自分はない、ある時から結婚してまあもっとだいぶ経ってから、なんか多分違う感情も出てきて、まだ死ねないなってっていうのが思えてきた。自分の役目っていうか役割なのかわからないけど、今は
今じゃないっていう、うんうんうん、もっと生み出していかないといけないっていうのでつながれてる感じはする。結婚するぐらいの時に、うん、自分の中で、あ、これなくせないっていうのに気づいて、うんうんうん、じゃなくて受け入れてもう一緒に生きていく。今はもうちょっと性のエネルギーにしがみついてる感じかもしれない。性のエネルギー、昔はどういう、あ、そう、訴え、気づいてほしいっていう訴え、うん、多分ドロドロのものを吐き出し口がなくてっていう。でもそれがその時の心境だし、うんうんうん、今別にあえてそういうのしてるわけじゃないから、うんうんうん、まあ、今後何がどうなるかは分かんないけど、うん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 、今の自分から出てくるのがきっとそれっていうだけなのかなっていう、うん、時間が過ぎていくことへの恐ろしさというか、うん、なんかルナちゃんとは反対なんだけど、死ぬことが怖いって今でもすごい感じるんだけど、うん、すごい死に対する恐怖が多分人よりもすごい強くって、死んだ後どうなっちゃうんだろうって、この意識が、うん、なんかそれを考えるだけでもすごい怖いって、うん、なっちゃうんだよね、うん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 、過ぎてなくなっていくっていうその現象が怖いというか寂しかったんですよ、うんうんうん、だからなんかその自分の記憶もどんどん曖昧になっていくでしょ、過去のものって、うんうん、なんかでも何かしら覚えている形っていうものがあったりするのかなっていうので、インスタレーションもそうなんだけど、なんかそういうことが軸にあって、うんうん、絵もそうなんだけど、うん、なんかぼやっとしたものがそこにはあるけど、うん、確かに自分がそこでどこかで見たものの記憶なんだよっていうことを表現してる、うんうんうん、最初私が声をかけたんだけど、そもそもその、うん、あれそもそもなんでなんだっけ、私が、あ、虫がついてますあの神戸のキャップっていうところで私が3年ぐらい活動させてもらってて、うん、アトリエがあって、うん、でギャラリーもあって、で今でもつながってるし、時々その作家さんたちと他の国に行ってレジデンスプログラムに参加したりとかもしてるんだけど、うんうん、まあ、今回はなんか私がルナちゃんを誘ったのは全くタイプの違うあのアーティストで、その生きてきたプロセスも違うし、うん、全てにおいて真逆かもね、うんうん、その人生のそういうのもそうだし、そう、絵も そうだしそう、人間的な性格もそうだ、そう、うん、そうだけど時々会う時があるよね。 ある。それがすごい不思議だったよね。なんか好きなものがピンポイントですごくこう、そこだけ一緒みたいなのが結構あるよね。なんかそれも不思議で、うん、確かに。だからなんか面白いなって、あ、もう多分今まで自分が一緒に展示してきた人ってなんかちょっと似てたりとかさ、うんうんうん、自分が好きだからみたいなところがあったんだけど、うんうん、そうじゃなくて本当に真逆で違う世界で生きてきたからうん、うん、なんか面白いものがあるんじゃないかなと思って、うんうん、声をかけさせてもらって、でキャップで展示しないかなって思ったんだよね、うんうん、私も今回ユキさんとの展示は、うん、その誰かと一緒の展示っていうので、うん、初めてかも、ここまで、その、あ、マジで？あのタイプが、あ、そうなんだ、全く違う感じの、むしろ今まで私の世界、私が生きてきた世界ではあんまり関わってなかったタイプの作風だし、うん、作家さんというかそのアーティスト、うんうんうん、私もうちょっとそのなんて言ったらアンダーグラウンドの方とかとも結構関わってたから、うんうんうん、ちょっと面白そうだなとはすごい思った、うんうん、なんかつばい店への思いはあります？2人で。つばい店重いっていうか、私たちもさ、この本当に真逆な感じが
ワクワクしてるじゃん、うんうんうん、どんな感じになるのかも同じ空間っていうかさ、うん、一緒のスペースで展示するのとかも、うん、どんな風になるのかなとか、うんうんうん、あとパフォーマンスも、うん、私たまにやってるじゃんパフォーマンスとライブペイント、うんうんうん、音楽とダンサーと合わせてやったりするけどゆきさんとそういうのをやるっていうのももう全然違う2人が一緒になってパフォーマンスするどんな感じになるのかなとか、うんうん、全てが満ちすぎて、うんうん、楽しみでしかない、うんうん、し 見に来てくれる方たちもきっとちょっとびっくりするんじゃないかなって思ってて、うんうん、私もそう思う。でもそのもう全然違う私たちの作品たちを、うんまあ、それぞれも楽しんでほしいし、うん、なんかこう感じてほしいなっていうのは思う、うんうんうん、